はい、それでは大変お待たせいたしました。会見を始めさせていただきます。まずですね、3月20日埼玉スーパーアリーナ大会に関する会見でございます。もうすでに、発表はされておりましたが、プライドや K1 などで、活躍された元格闘家の大山俊吾選手が3月20日に、プロレスチャレンジマッチを行うことになっております。対戦カードの方が高山義弘ビッグ統合軍対、大山俊吾未定となっておりましたが、この度、大山選手のパートナーが工藤選手に決定いたしましたので、ご報告させていただきます。それでは、一言ずつ意気込みを お願いします。じゃあ、はい、どうぞ。はい、今回会社の方から大山さんのパートナーにぜひ工藤にやってほしいと、お願いされまして解約いたしました。42歳でプロレスに挑戦という大山さんの覚悟、すごい感銘を受けまして、まあ何か力になれることがあれば力になりたいし、私自身共になんかチャレンジしていきたいなと思っています。対戦相手がリック統合高山義弘、そしてパートナー大山さんということで、私最年少なんですよね。まあ KOD の道が断たれて6人宅も失って、まあ、何かしらチャレンジしたいと思ってたんで、最高のタッグに入れたんじゃないかなと思っています。頑張りましょう。はい、では小山さんお願いします。はい、プロの格闘家としては14年戦ってきましたが、プロレスは初めての経験です。正直ものすごい不安ですし、緊張しています。また対戦相手が、高山さんと陸東郷さんということで、ものすごい大きな壁を今感じています。でも、子供の頃からずっと憧れていた、プロレスの舞台に立てるという思いを力に、当日は完全燃焼したいと思っています。頑張ります。それでは何か質問などございましたらお願いいたします。大山選手にとっては初タッグだと思うんですけど、何か連携技なんかを工藤選手と考えたりはしておりますか？はい、工藤さんと、お話しするのは今日が初めてなので、これから2人で、いろいろ話し合って、できる技を考えていければと思っております。今日決まったことなんで、これから一緒に練習もしていきたいなと思ってます。他には？じゃあ工藤選手、はい、まあ工藤選手も格闘技やられたと思いますけども、はい、小山選手のプロレスへの適応能力みたいなのなんかこう印象とかそういうのはどういうふうに感じてますか？まあ、なんか小山さん、僕も格闘技も大好きで小山さんの試合もいっぱい見てきてるんですけど、すごいなんか熱い方なんですよね。リング上でその勝って負けても泣いちゃうみたいな、それはなんかそのままプロレスで出せたらすごい本当にいいレスラーになると思いますね。小山さんどうでしょうか？格闘技の、まあ、ベースというのをプロレスに生かしていこうみたいな、はい、はい、そうですね、もうプロレスの練習をさせてもらえばもらうほど、奥の深さや大変さをすぐ今身に染みてます。もうかっこつけれるようなレベルじゃないと思うんですよね。もう思いっきり自分のこの溢れる思いを、出したいなと思ってます。はい、他にはございませんでしょうか？小山選手、プロレスの練習をこれまでしてきた中で、はい、この技だったら自分フィニッシュ取れるかもしれないというか、なんか必殺技的なものっていうのは。そうですね、まだそこまで作れてないですけども、一つ、今ね闘病で戦っている柿原さんの、エールを込めてね柿カッターはどこかで出したいなと思っています。同じ大外刈りをベースにした、柔道の技なので、はい、どこかで出せたらなと思います。ありがとうございます。そして大山選手から見た工藤選手 の印象などは何かありますか？
すごく決して大きな体ではないのに、まあ、いつの間にかこう自分のペースに持ってっていってしまう、まあ、プロレスの IQ の高さをすごく感じています。また格闘技出身ということで同じような、空気を感じますので、今回2人で大きな力を発揮できるんじゃないかなって楽しみにしています。3月20日埼玉スーパーアリーナ大会なんですが、先日の大阪大会で、葛西潤選手 DDT エクストリーム級のベルトを防衛いたしました。葛西選手の方から挑戦者として佐々木大輔の指名がありましたので、DDT エクストリーム級選手権試合、こちら、脊柱プレゼンツのハードコアルールで行うことになります。脊柱プレゼンツ DDT エクストリーム級選手権試合、チャンピオン葛西潤対挑戦者佐々木大輔が決定しております。また、KOD 6人タッグ選手権試合も行うことが決定いたしました。現チャンピオンの樋口和貞、岩崎幸喜、渡瀬瑞稀組対挑戦者未定とさせていただきます。はい、続いてですが2月19日後楽園ホール大会についての会見となります。先日の大阪大会で、2ヶ月ほどですね、このアイアンマンヘビーメタル級のベルトを保持しておりましたあの越前弥平太さんから、このこたつ選手が、アイアンマンのベルトを奪取いたしました。そこで、2月19日後楽園大会でアイアンマンヘビーメタル級選手権試合といたしまして、チャンピオンこたつ対挑戦者石井圭介対挑戦者アントーニオ本田の3ウェイタイトルマッチを行うことが決定いたしました。それでは一言ずつ意気込みを聞いてみたいと思います。まずは石井選手お願いします。はい、まあ、まず、まあ、この人 DDT じゃないと思うので、まあ、これはベルト流出の危機だと自分は思ってまして、で、まあ、でもこのチャンピオンを倒せば、まあ、僕はあの物を集めることが好きなので、このアイアンマンを取れば2冠王者になる、ということですし、まあ、アイアンマン王者からも去年の、ね、8月からちょっと遠ざかっているので、ね、ここでベルトを取って2冠王者にして今年突っ走っていきたいと思ってます。はい、ヤンドお願いします。大体なこんなこたつ選手、こんなのこいつみたいになぬくぬくと育ってきたやつにな、プロレスのベルトなんて100年早いんだよ、ぬくぬくしやがってよ、いいかこたつよ、俺はな結構なこたつには恨みがあってよ、例えばよ、朝さこたつスイッチ入れたまま試合とか行ってさ、巡業行ってさ、北海道とか行ってさ、2日ぐらい経ってさ帰ってきてついてやがんの、叫んじゃねえよお前、どんだけお前電気代かかったと思ってんだ、ぬくぬくしやがってよ、俺が札幌でお前寒い寒い言ってる間にお前は家でぬくぬくしてただろうが、そんなやつになベルトを持たしておくわけにはいかねえんだよ、俺が後楽園でこいつのベルトと布団を引っぺかしてやるから、分かったか、くそ。続いてチャンピオンこたつ選手一言お願いします。ノーコメントということでよろしいでしょうか。はい、それでは何か質問などございましたらお願いいたします。じゃあ、石井選手と本田選手に王者の印象を。王者の印象、はい、まあ、あんま今まで僕はこたつにあんま興味なかったんですけど、まあ、思い出せば、まあ、小学3年の生の時によく結構こたつと遊んでたので、まあ、その時の記憶を蘇らせて興味を持って、対策をこれから考えたいと思います。まあ俺もぶっちゃけちっちゃい頃はこたつでよく遊んでたよ、あのテレビとかで、ね、ちょっと昔はね、エッチな番組とかやってて、家族でね、こたつとか入ってみてれば、ちょっとね、ちょっと、急に気まずくなる瞬間、気まずくなるし、こたつに入ってれば、やっぱこう、ちょっと、
触っててもバレないんだそうやって俺たちは大きくなっていった。だがもう俺たちは子供じゃねえんだ。いつまでもなこたつの中で鉄棒してる定例じゃねえんだよ。言っちゃったよ。いや今回はなそういう昔の年頃の関係はもう抜きにして徹底的にぶっ潰しに行きますよ。お今日2月6日ひょっとしてハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー DIC ちゃん。何歳だった？32歳です。おーい、リアル。ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。ファーレー！おーい！おーい！おーい！2月19日後楽園ホール大会、アイアンマンヘビーメタル級選手権試合、チャンピオンこたつ対挑戦者石井圭介対挑戦者アントニオ本田、皆さんどうぞご期待ください。あとですね、2月19日後楽園大会に関しまして追加カードが決定しております。男色 D の対コルトブンブンカバナ、すでに発表されておりますが、そこにこの、こたつ対石井対アントン、そしてスペシャルタッグマッチといたしまして原島工藤組対竹下幸之助リック統合組、そして、高木軍対マイケル軍敗者国外追放マッチという注目カードが決定いたしました。こちら高木三四郎大橋徹平田和樹赤井咲高木軍対中澤マイケル高梨正弘松永智光チェリー組マイケル軍、こちらコールギブアップを取られた選手1名が国外追放となるという、非常に厳しいルールとなっております。2月19日後楽園大会、どうぞお待ちください。おめでとうおめでとう。続いてですね、2月12日、練馬大会 DDT 初のココネリ、ホールでの大会に関する会見となります。先日の大阪大会で、高尾相馬選手が、スマイルスカッシュへの所属を直訴いたしました。ただそこに、T2Hそして NWA から待ったがかかりまして、それぞれのユニットにも所属してほしいという要望がありました。収集がつかなくなってしまいましたので、私の最低で、2月12日練馬大会で、高尾選手を含めた試合を組みまして、それぞれのユニット代表者にも出てもらい、高尾相馬争奪試合というのを組むことになりました。T2Hからは高木さん、 NWA からは大石さん、スマイルスカッシュからは浦野さんとなります。それでは一言ずつ意気込みを聞いていきたいと思います。では浦野さん、はい、お願いします。はい、高尾選手の方から、スマイルスカッシュに入りたいということを言われて、まあ、正直驚いたんですが、本当の気持ちを言ってしまえば、うちに高尾がスマイルスカッシュに入ってくれるのはもう歓迎したいと言ってもいいぐらいな気持ちで、ただ高尾が以前よりも上に行きたいという気持ちが本人にあるんだったら、高尾相馬にとってのチームドリフというものがものすごく完成されていたと思うので、それを上回るだけの気持ちをスマイルスカッシュに持てるのかっていう疑問があるので、そこを何かが、高尾がそれを上回る何かを持てるんであれば、はい、もう自分は受け入れたいなと。でもうこういう試合形式が組まれたんで、もうこの試合の中で気持ちを確かめるしかないなと思っているんで、まあ、どうなるかわからないですけど、まあ、全力で戦うだけです。はい、では高木さんお願いします。はい、高尾、今の聞いたら分かるだろ、
スバルスナッシュはさ、こんなんさ、お前が入りたいって言えばさ、どうぞどうぞって言ってくれればいいのに、まどろっこしいんだよな。うち T2 ヒーに来たらさ、もうお前すぐにもう T2 ヒーのリーダーだよリーダー、うん、リーダーだよお前。そう、俺たちついていくからお前に。へえへえ、お前についていく。俺、大橋、徹、平田和樹、全員お前についていくな。お前が T2 ヒーの新しいリーダーとして頑張ってくれ。いや本当に俺はそれぐらいのポジション用意してるから、なんならもう平田とかはもう外してもいいから頼むよ、それぐらい俺は期待してるから、はい、こんならマドロッコシとか入っちゃダメだからな、うん、な。じゃあ NW で大内さんお願いします。いやもうそれはしてもらえば、僕らだってあれですよ、この高岡の何一番持ってるこのアイドル性、何よりもプロレスに大事なこのアイドル性を高岡が持ってるわけです。え、この僕にはないこの高い声、そういうのがね、もう NWA には欲しいんですよ、はい、そしてなんかリーダーとか言ってますけど、はい、こっちだって我がリーダー勝俣俊馬の赤を高岡に差し上げますよ。ああもう勝俣これあもう次から黄色です高岡が言ったらああ こいつ色だけだからな。そんなことねえよ、色だけだぞ、色だけリーダーとかないから。なんて平だぞ平。いやいやいや、赤の平だぞ。いやいや、ちょっとサブメインリーダーみたいな。ほら、ほら、いやいやいや、落ちた落ちた落ちた。いやいや、これからそんだけお前、あれだよ、本当に。なんだ、もうやめてしまえ、お前。やめてしまえ、やめてしまえ。お前、やめてしまえ。そしてですね、この3ユニットに加えまして、さらにもう2ユニット、ぜひとも高尾相馬選手を自分のユニットに欲しいという要望が来ておりますので、2選手追加する。今からだから言うんです。まずはですね、最初のユニットが、新台湾プロレスの烈火選手、どうぞお願いします。俺たちだけじゃないの、はい、え、新台湾で欲しいということ、はい、高尾選手他是一个是帅哥他既然来到台湾的话也绝对成为一个王牌选手所以其实很希望他可以来到台湾高尾選手はすごくイケメンだし素晴らしい選手だから、はい、もし台湾に来たらもうぜひ絶対 S になる。そうだ、ぜひ新台湾プロレスの種族欲しいです。はい、新台湾プロレスに、はい、欲しいということで、エースとして欲しい。それまたあの契約書の問題とかいろいろあるけど、あくまでも新台湾プロレスというユニットに招致しているということで、団体でしょ、団体だろこれ、ユニットですよね。そう、さらにですね、プロレス業界最大手のこちらのユニットからも高尾くんが欲しいという要望来ております。オスカープロモーションから赤井咲さん、そして松本マネージャーお願いします。嘘でしょ、ユニットじゃないでしょ、最大ユニットですよ、業界を牛耳ってる。はい、じゃあ赤井さんお願いします。はい、業界最大ユニットのオスカーから来ました赤井咲です。高尾さんはね、前からこの端正なお顔立ちはぜひオスカーに向いているなと思ってまして、高尾さんの今後の人生もね、冷静に考えたらオスカーに入るのが一番だと思うので、はい、ぜひ入ってもらいたいと思いますね、松本さん。そうですね、はい、オスカープロモーション松本と申します。おお、ですね、うちの会社、まあ、美少女コンテストとか運営をしていて、まあ、綺麗な女性、可愛い女性とかが多くてですね、で最近になってこうイケメンとか戦隊ものに出るような男の子もどんどん増えてきて、そういったところを強化してまして、ちょうど高尾くんのような年齢の20代の子が今いないんですよ。でこの端正なルックス、いや、ぜひうちに来ていただいた方が一番幸せになれるんじゃないかなと思いまして、はい、今日会見に参加させていただいております。はい、ありがとうございます。では、それを踏まえまして高尾君本人一言お願いします。はい、なんかすごい巻き込まれてしまって、なんか話がどんどん大きくなって、なんかリーダーやら芸能やらなんかすごいことになってますけど、まあ自分はどの試合かって、まあ自分の道であるを進んで、まあスマスカに入りたいっていうことだけです。お前ふざけんなよお前あんなんだよお前、ちょっと落ち着いてください。ちょっとまあ落ち着いて、落ち着いて、はい、じゃあちょっと質問なんかありましたらお願いいたします。はい、じゃあ高尾選手、スマスカに入りたいということなんですけども、まあ試合形式的に他のユニットが勝ってしまう場合があるんですけど、その場合はもうちゃんと入るっていう気持ちの切り替えみたいなのはできてるんでしょうか。まあでもそれはもう試合なので、まあ一旦入るしかないのかな。はい、でももう勝つことしか考えてません。他には、
あ、じゃあ T2B ではエース、あのリーダーにするということですし、 NWA では赤にするということですけど、浦野選手、もしスマスカに高尾選手が入られたらどういうふうに活躍してほしいとかっていう考えとかありますか？いや、まあ、別に今欲しいという状態ではないんで、高尾が自分で切り開くしかないかなと思います。いや、なんだよ、お前それ。何それ。俺たち、高尾必要なんだよ。高尾のエースになるよ。そうだよ。こういうの良くないと思う。高尾さん、本当にさっきから聞いてたらさ、入りたいって言ってユニットしてさ、別に来てほしくないって言ってるじゃないですか。でね、NWA でしたっけ？いい年した人がちょっと歌って踊ってますけど、それに加入しても、高尾さん行きないと思うし、T2B も T2B でね、なんかちょっとね、あんなダンス毎回踊るって。いや、僕はオスカー所属ですよ。いや、高木さん、はい、所属ですけど、はい、いや、自分忙しいんでっつって、はい、仕事の話しても、全然受けてくれないですし。ダメだ、おい。で、ちょっと待って、落ち着いてください。忙しいんだよ。今、会見中だよ。ちょっと、会見中静かしてんの？ご近所迷惑だから！うるさいよ。すいません、うるさくて。なんか質問他にございましたら。なんか皆さんね、ポジション用意するとかね、そういうんで、もうさらになんかうちのユニットに入ったらこんないいことがあるよみたいなのをどんどん言ってね、高君をこう誘った方がいいんじゃないですかね。そう、みんなが憧れてるアイドルになれるんだよ。プロレスラーみんなアイドル憧れてプロレスラーになってんだからさ、歌って踊れて CD まで出せる、こんないいことないよ。しかも赤ね、赤が手に入るんだよ。いや、 T2B に来たらさ、リーダー間違いなしだし、しかも第1試合俺ごめん、俺自分で言ってたけどちょっとあれだけど、第1試合のエースは確定第1試合第1試合第1試合オープニングは高尾さん、たまに聞いたらいっぱい美味しいタイムありますよ。はい、いっぱい食べるよ。はい、オスカーはなんか、いや、高尾さん、今の話聞いても分かりません、いや、絶対にうちに来るのが一番いいんですよ。で、高尾さん、以前、行列のできる法律相談所にちょっと出ていただいたじゃないですか。あの時に、実はあの赤い髪の毛の人はオスカー所属なんですかって聞かれたんですけど、うちの所属じゃなかったんで、いや、実はうちじゃないんですよって言って、で、一回こうブレイクするチャンスをみんな逃してるんですよ。で、なかなかチャンスって巡ってこないんですけど、まだね、今だったら間に合うと思うんですよ。絶対うちに来て、ちょっと、そんなの自分の人に、コースターズとかだから、自分に来るから、忙しいっつって仕事も来るから、俺が来るんだよ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 、うるさいよ、ご近所迷惑でしょ！白昼堂々と！うるさいよ！じゃあ、写真撮りましょうか。写真、何撮って。もうちょっと、拍手しとこう。拍手しとこう。な、高尾、な。もう俺とこ来るのはいいかな、とりあえず。お願いします。ありがとうございます。よろしいですか？はい、ありがとうございました。2月12日、じゃあカードだけ発表させてください。2月12日、練馬大会決定戦カードとなります。キングオブダーク選手権試合、チャンピオン島谷信弘対、挑戦者伊橋豪太、大橋徹平田和樹石井圭介組対樋口和様、岩崎幸喜松永智美組、マンドポーリー対勝俣俊馬組、高尾さん、うるさいよ！本当に本当に全カード発表してんだから GM が聞いとるよ。高山義弘男色 D の組対
工藤万次郎に竹下幸之助、コルト鎌花組対真央、佐々木大輔、遠藤哲也組対笠井淳、アントニオ本田組、そして KOD 卓選試験中坂口組ごめんなさい言ってたのかな。以上となります。